はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回もね、囲碁実況の方やっていきたいと思います。まあ、精一杯思い切って戦っていくような碁をね、打っていきたいなというふうに思っていますので、最後までご視聴いただけたら幸いです。それではやっていきましょう。対戦開始。はい、待ちました。よろしくお願いします。今回白番で打っていきたいと思います。お相手の方、中国の方で、1手15秒になります。はい、初手星に対して星で打ちまして小目ですね。まあ私は小目か星のどちらかで打とうかと思っているのですが、今回は星を選択したいと思います。はい、かかってこられましたね。まあ受けときますかね、桂馬に。でここで、そうですね、お相手の方は、はい、これ1本利かして大ゲーマじまりという構えで来られました。まあいろいろ考えられるところで、まあ今のね、無限大歩だと三あるいはかかりかかり、もしくは下辺やコスミつけて立たせて挟むなんていうのも有力な打ち方かなという気がします。三もね、飽きましたよね。というわけでかかっていきたいと思います。まあ普通に受けてこられる可能性もあるし、挟んでこられる可能性もありますね。ここに石が1個いるのをどう捉えるか。コスミツケ伸びの飛びのハサミみたいな形になると、ちょっとこれがね、ハサミと、違う、開きとハサミ両にらみになるので、実はあのハサミ返してこられました。ここ白両がかりか三どっちも考えられる局面ですね。どっちがいいでしょうか。悩ましいな。どっちなんだろう。気分は三なので三でいきたいと思います。まあこちら押さえでしょうね。十中八九、まあこっちを押さえるケースっていうのは、この辺りに黒石がいて、ここの模様が大きくできる局面が有力なので、今はそういうわけではないですからね。こっちを押さえて伸びて、まあ AI が出てきて、いろんな定石出てきましたけど、この定石だけはあまり変わりませんね。で押さえて、あ、でもここで手抜くっていうのもあるにはあるんですよね。まあ、ただ繋いだ時に黒は継ぐか這うっていうのがね、まあ、張ってこられる可能性がもしかしたら高いんですけど、はい、張って打つっていうのもまあ流行りだしましたよね。ここで一発伸びを決めるっていうのもありですが、悩んでる時間も特にないので、もう感覚的に飛びで、でまあここに黒が行って構えて、まあ、次だと飛びに手抜いて黒先手なんですけど、まあ、白からの味がこの方がないっていうことで、まあ、打たれるようになりましたよね。で締まっていきたいと思います。はい、でまあ第一感はかこうですかね。今風な雰囲気はここ、あるいはまあなんか入ってこられる、はい、あるいは中央、そうですね、上辺盛り上げていくっていうのも有力な打ち方ですね。どうしよう。まあ、地に辛くここに打つ、はい、私この構えとっても好きですね。まあ多分ここ来られるんじゃないかと思うんですけど、まあ飛びに打たれた時にここに打つっていうのは結構ある手で、っていうのは飛んだ時に白が手を抜いた時にここに三に入るのが割と結構きついイメージがあるんですよね。だから飛びにこう受けて辛く打つのはありですが、ここですね。なるほど、そうだな。まあ、ただこうやる感じはしないですね。これこっちは厚み作っていくよりは地をやっぱ取っていく局面かなと。で多分これ伸びてこられる、割り込む手もあるんですけど、割り込むとこう切って伸びて押して、まあなんかこう切って曲げてって定石になってくるんですが、でもなりましたね。これね、私こっから押さえたこと昔あるんですけど、これは甘いってすごい怒られた。まあ押さえ次々なんですけど、聞かされらしい。これこの形はこうやりたいみたいなんですね。で伸びてこられた時に、もうこれね、抱えたくなるけど、抱えると切ってつないで当て決められて、こう当てられて、これ取られて、白全然ダメなので入りましょう。この定石はよく出てくるので覚えておくといいですね。定石はまあ覚えなくてもいいっていう説もあるんですけど、まあやっぱりね、多く見られる形に関してはある程度知識として身につけておくと、まあ実践の時にね、間違えないし悩まずに済むっていう側面があります。もうこれ決まってますね。でここで這うっていうのがポイントなんですよね。はい、まあ死活上黒はこの手でここに打てば、抱えの当て飛びの、ここに打てば生きるんですけど、それだと良くないです。でこれ白受けちゃうとこう打たれ取られちゃうので、こうやる一手で当てて、こう曲げた時にかけるっていうのが一つの形ですね。
まあまあまずこうなる、まあ、ここでかけてこられるかどうかわかんない、多分かけだと思うんですけど、うん、もしかしたらそうですね、なんか変化してくる可能性もなくもない。まあただかけて上辺の盛り上がりとやっぱり一体感を持たせたい局面、あーでもコスミ、いやなんかそんな気がしましたね、なんとなく。いやコスミの予感はありましたね。これわかんないな、なんだろう、いや勉強不足だなこれ。あー変かな、変かな。ただちょっと黒にここに打たれて絞られる形を嫌って伸びたんですけど、まあまあそうなりますよね。あーちょっとわかんなかったな、これ難しい局面だな。しかもいやわかんない、あどっちだったんだろう。いやこの手とツケで迷ったんですよね。ちょっとこの打ち込みがどの程度厳しいのかっていうのが判断できなくて、打ち込みしょぼいんだったらこの手でツケ決めて引いてこっちぼかしに行ったんですけど、打ち込みをね強調した結果なんですよね。いやまあでもこれは抑えたいな。でぶつかろうってことですね。なるほどな、ぶつかって次になった時に、まあ、ちょっと打ち込み緩和されてるよっていうのがお相手の方の主張ですね。打ち込んだ時につけて、要するにぶつかってこう連絡する術をなくしてるわけですよね。ただその代わり若干白固めた意味はあるけど、まあ、ここで桂馬しようっていうことなんだと思われますね。どうアプローチかけて、なんか薄いんですけど、あー手抜きか、ここまで打ってね、まあ下辺も大きいのでね、確かにそれはある。いやなんかこれなんかやりたいんだけど、私ちょっと見えないですね今すぐはね。あちょっと待って、ちょっと待って、あーちょっと待って、これはこれ主張は私多分悪いので、うーんそうですよね。ちょっと待って、微妙だったな、多分絶対微妙だったぞこれ。主張悪いんですよね。4、5、6、7、8、どうしよう、始まっちゃった、なんか始まっちゃったんだけど、あ自分から仕掛けてるからな、しかもどうしようもないよね。まあ伸びるしかないよね。いやーしまったしまった、まあもう一直線かな、切るしかない形で、まあ下がって当てて伸びてこう、まあ切りですかね。2、3、4、5、6、7、8、いやーちょっとまあ主張悪いのでね、私がねこうやってこうやって告げたらいいんだけど、それができないので、6、本当はね継ぎたいんですけどね、継ぐと瞬間こうやられて多分4目取られるんですよね、取られますね、はい、こうやるしかない、悪いなこれ、仕方ないけど悪いな、どう転んでも主張悪いから、この定石選択絶対やったらダメだったんですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、って感じ。この黒のこの主張も悪いしね。いやーだからこのつけた手で、まあまあ下跳ねぐらいでね、つけた手でって感じですね。1、2、3、4、5、伸び込もうってことかな。だけどこれそもそも何もないのかな。1、2、3、4、5、6、7、何もないのかもしれない。いやちょっと残り2回です、どうしよう、どこに打ったらいいんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、いや待って待って待って、残り1回です、どこ打ったらいいんだろう。これ皆さんだったらどう打ちますか。マジで方針が立てられない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、とりあえず利かしなのかな、これもう悪手なのか利かしなのかもよくわかんないんですけど、と
とりあえずジャブ的な雰囲気ですよね。どうしよう、これでもなんかしないとって気はしますね。打ち込んでも曲げられちゃうしな、普通に受けられてあんま意味ないんですよね、その手ね。うん、正直なところ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやでもこれ植え付けられてどうしたらいいんだろう。特に目処は立ってないんですよね。これ本当方針が分かんないな、これ。うん、そうだよね。1、2、3、4、5、6、7、8。なんかいい手ありそうなんですけどね、よく分かんない。あんまいい手じゃないんですけど、多分これまあ下切りになると思います。いや上当てかな。うん、でこれ伸びて取られたら何やってるか分かんないんで、もうこうやるつもりではいるんですけど、まあ、抜かれた形って多分あんま良くなくて、これはもう皆さん真似しない方がいい打ち方の、はい、打ち方ですね。まあ、当てたらこう当て返されるの潰しかないけど、まあ、跳ねられちゃうので、まあ、取れたけどあんま得してないですね。ちょっとどこ打っていいか分からなさすぎて変なことに今なってますね。また押しが効くのがね、ちょっときついんですけどね。まあまあちょっとここ厚くしたから、ここは囲いづらいんじゃない的な雰囲気をね出していく。まあそれいいとこですね。2、3、4、5、6。とりあえず覗いてみよう。まあこれまあ攻められるかもしれないんですけど、もうこれに構ってる余裕は私には今ないですよね。少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8。とりあえずよくわからない、もう訳がわからなくなっている私は。これは繋いでくれたら引っ張ろうってことですね。地味に辛いのかなみたいな。でも押さえてきたらまあ2目取るんだけど、いや意外と悩ましくないかな、お相手の方はみたいな。でも地味に目取っているので、まあ、少しちょっとこの黒に後々アプローチっていうか、なんだろう、プレッシャーかけていきたいんですけど、まあ押しには曲げで受けますよね。まあ、お相手の方的にもこの石だから次に例えばどっか打って白に桂馬とかされると本格的に狙われ出すので、本当はこことここ連携させたいけど、例えば桂馬しても狭間つかれるし、うまくつなげる手があるかどうかっていうところを今悩んでたと思うんですよね。で、はい、そうですね、特に多分そういってって今の段階では見えないので今ここに打たれたんですけど、まあ桂馬で私としてはまあちょっと狙ってる風な振りをして、ちょっとこっちなんかアプローチかけたい局面なんですよね。これが将来悪手になる可能性があるんですけど、おっと来ました。うん、そうそう来ました。まあお相手の方としてはね、まあこれは急所で一つの、うん、この一段がねちょっと危うかろうよっていうところなんですよね。まあ、仕方ないですね、白としてもね。まあ、これさすがに丸ごと取られたらまずいので今ここに打ったんですけど、6、7、8。はい、まあこう来られたので、跳ねたいのかな。いや伸びる形なのか。伸びたらしかし出切りが、ちょっと待って、でもこれ出切ってきたらどうすんだろう。出切りやばい。出切りに対しての心の準備ができてない。主張は絶対悪いし、いやこれだから跳ねなきゃいけなかったのかな。どうしよう、出切ってきたら。あ、押しか。ちょっとほっとしましたね。押しなら、まあ、とりあえず伸びといて、まあ出切りは上から当てて下駄にできる形になるので事なきを得たんですけど、ただここでここに打たれるのがちょっとまたね悔しいんですよね。だからこの伸びでは飛びと迷ったんですけど、わかんない、2目の頭なのかなと思って見ずに跳ねよって格言あるじゃないですか。ただこれ急所ですね、今ね打ってくるかな。いや来るよね、きついんだよねそれね。捨てたくなってきましたよねこの石ね。だんだんね、いや待って、これ重たいですね。重たい、この石重たい。石の重いっていうのはあんま良くなくて、
なんだろうな、目がないし、こうもたもたしてますよね、全体的に。いやー、なんかお相手の方の手がしなってきてますよね、完全に。地味にちょっと狙ってたけど、完全に自分の方がやばくなっちゃって、狙えないんですよ、立場上。ちょっと待って、とりあえず一点飛びに握手なし。ちょっとこの辺は防戦一方ですけど、守って、とりあえずこれが死ぬの最悪なので、そこだけはってとこですよね。いい手ですね。反撃ののろしを上げたい。のろしを上げてる場合じゃないのかもしれないけど、上げたい。この辺狭間とかどうですか。とりあえず出てきたら次押すよみたいな、ちょっとここと紐付けて、まあ、あなたも気持ち悪いんじゃないですかみたいなことはあえて主張はしていきたいんですけど、出てきますかねこれね。さすがに、おっと、え、ちょっと待って、死ぬ死ぬ、え、そっか、刺し違い、あ、でも死ぬ、そうか、やばい、え、うそん、ちょっと待って、何これ、どうしよう。あ、出てきたら何できたの。この辺の出切りが決まってもやばいんですけど、何これ。ちょっと4、5、6、7、もうこの辺、ただあんまやってるとこの4つもそんなにってところなので、そんなに この辺につながられちゃうと、もうこれえらいこと、これ聞いてるようなもんなのかもしれないんですよね。だから何、いやー、ほんとこれやばい、時間欲しい、時間欲しすぎて泣きそうなんですけど、でも何やってんだろう私。とりあえず出てくるのかな、何これ、まあ、こうなってこうなった構えが、もう超筋悪いけど、もうなりふり構っていられない、まあ、抑えになると思うので、もう切るしかないですよね。で、切って取って下がった形っていうのは別に抱えられて何もないから、曲げられちゃうってことかな、曲げられちゃいますかね。ここがめちゃくちゃ急所なんですよね。あ、こちらになりましたね。あ、冷静ないい手か、よくわかんないけど、4、5、6、7、8、もう何やってんだ本当に。まあ、まあ結構しましたが、出入りは黒も怖いかな、怖いのかな、向きね。まあ、お相手の方もね、でもこれ多分混乱してますね、私と同じように。なんかもうよく分かんなくなってる。でもこれなんとなくこう2目こうやる感じが結構となんか来たんじゃないですかね、筋に入ってる系の雰囲気はあるんですけど。で、繋いで、でもお相手の方がこの3目を助けようとしてる間に結構これやばくなってくる説はあるから、そう、冷静、そうそう、そうやるしかないけど、3目取れましたので、なんか知らないけど跳ね出したい。もう追求の手を緩めない、緩めた方が良かったかもしれないけど緩めなかったので、切ってきたらどうするんだろう、つないで、追求の手を緩めなきゃいけなかった説浮上中。まあ、つぐやばいな、なんか知らんけどやばくなってきた。また出てきたら何なんだこれ、そもそも出てきたら1、2、3、4、5、ん、まあ、でも上当てできますかね、これ多分9、残り1回です。あ、相手の方時間があるんですね。いや、これね、ちょっと本当何が起きてるのか、結構白ここギダ払っちゃってるので地合いね、自信ないんですよね。もうこれもう逃げないとしょうがない形してるんですよね、形だけで言えば。1、2、3、4、でも押して伸びがいい手か。あー、そっかそっかそっか、そうね、ちょっとこの切りはやりすぎでしたね、多分ね。1、2、3、4、5、ここで
こうやるのが攻守になるかな。そっかそっか、それはまずいな。1,2,3,4,5,6 切ると何、もうダメだ、もうダメだ、暴走し始めた。切りはあちょっと無理そうですよね。これはもうね、潰し、あ、継いだら超えられてジエンドか。見損じしました。7,8,9これやばい、やっちゃった。でこれそうか、継いだら割り込まれちゃうから、今のは私は肝心なところですごいミスをしましたね。これ取られちゃったので、もう致命傷にも程があって、しかもこれせっかく打ったのに市長あたりにもなってないし、やばー。これはちょっとやっちゃったな。ここもめちゃくちゃ損したし、これ取られたんでさすがに悪いんでしょうね。まあ市長で取るけど、まあ勝ちました的な手ですね。12、いやーやっちゃったな。3,4,5,6,7ちょっと私にみそんじがあったのでね、結構これは楽しみが全くない展開になっちゃいましたね。それもいい手ですね。まあ下がって割り継ぐのが攻守ですね。出て、しかも出てこっちなんか曲げる手まであるのか。いやーやばいな、これボロボロになっちゃいましたね。まあ繋いで、まあこうやって、まあこれかなりへこみましたね。うまい手なんですよ。このハサミつけて割り込むっていうのは結構有力な打ち方ですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9まあ抑えぐらいですかね。そうですね、それがしびれますね。で次出てくる手があって、つないだ時に曲げが効いて結構攻め取りになっちゃうんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8まあ仕方ないですね。まあ、囲碁というゲームはですね、まあ、やはりこうした見損じがあって大きな損をしてしまうと、もう結構よっぽどなんかね、その、まあ、次に相手の方が間違えてくれるとかじゃない限りはちょっと逆転は難しくなっちゃうんですよね。だからミスっていうのは本当にね良くなくって、まあ、できるだけそれをねなくすように気をつけようってところはあるんですけど、まあ、一応攻め合いは勝ってはいるんですけど、抜きにこうやって引っ張っといて、ただ相当これ寄せが効いてて、この後全部自分の陣地に手入れていかなきゃいけないので、それはかなりね、あの地が減っちゃうので、さすがにちょっと下辺と上辺とあとここが大きいので、まあ地合い1,2が足りないですね。特にチャンスが見えないので、ちょっと待って、とりあえず抑えるけど、なんかこの辺なんか突破する手があればいいんですけど、別にここに置いても出られて何にも手ないので、投了やむなしですね。次の相手の手を見て投げるしかないかなと思います。はい、いや完敗でしたね。ちょっとこの辺の拮抗でちょっと自分にミスが出たのが問題でしたが、お相手の方とっても強かったです。参りました、ありがとうございました。はい、というわけでね、まあちょっと正直、まあ、中央かなり難しい戦いだったんですけれども、まあこの4目を取られるということで、これ取られたらもう白何の楽しみもねなくなってしまいますので、まあ、残念ながらね、この地合いも足りないということで投了ということになりました。まあ、ちょっとねポイントの場面を今から振り返っていきたいと思うのですが、はい、というわけでちょっと見ていきたいと思います。ありがとうございました。
はい、というわけでポイントの場面振り返っていきたいと思います。まあ今回はですね、まあ、この白の一団がちょっと黒に攻められていて、まあ、ここで私がここに打ったんですよね。意味としてはまあこういう風になれば、まあ、ちょっとこう押しとかも効いてここ切り離す余地も残るし、出てきても継ぐ手が残ってここ狙う余地が残るしっていう切り返しのね一手のつもりだったんですけど、これめちゃくちゃきつい手で、お相手の方も、まあ、これ捨ててもこっち取れたら大きいよっていうことで、言われてみればなるほどなんですよね。めちゃくちゃいい手でした。まあ、ここからね、もうわけのわからない戦いに突入していったわけですね。とにかく私たちは何が何でもこっちとこっちをつながっていきたいんですけど、ただそのつながるためにこの辺りにいっぱいこう打っていった手が結果的にこの黒の下辺の地を確定地にさせてしまったんで、まあ、後で振り返ってみるとあんまり良くなかったんですよね。一応ここに打つことによってここは確かに連絡できたし2目取れたんですけど、まあこの本体助けられちゃった時にここのやっぱり地がちょっと大きかったんで、ちょっとこの辺り若干形勢損んじてますね。ただ決定的だったのが、まあ、ここ跳ね出していって切ってこうなった時に逃げていって、まあ、何をやってたかっていうと、ここ曲げられた時にこの4目が取られてるっていうのをうっかりしていたんですね。まあ、この瞬間まず繋いだのは割り込まれて切る手はあるんですけど、ここに打たれてこれ打って返しで取られてしまってるっていうことで、曲げられたら4目取られるので、それだったらこんなとこいくら頑張っても仕方ないわけですよね。だから私としてはまあここに跳ね出していった手では、そうですね、ちょっと難しいんですけど、まあ、取っとくぐらいだったんじゃないかなという気がします。はい、まあ、ちょっとこれで、まあ、やや少し下辺損した分悪いながらこれからの碁だったと思うんですけれども、まあそうですね、ただこの難しい競り合いの中でね、まあ、お相手の方の読みの方が一歩上回っていたなっていう、全局でしっかり見られていたなっていう印象をすごく強く持ったので、まあ、敗戦となりましたけれども、自分なりにまあ力を出してね、一生懸命打った碁となりまして、まあ、打っていてとても楽しい碁でした。ご視聴いただきありがとうございました。